ようこそ腕時計本舗へ。今回はカシオとアシックスがタッグを組んで開発したこちらの商品をご紹介します。センサーの技術力の高いカシオとスポーツ工学の知見を有するアシックスとのコラボ商品、一体どんなモデルなのかご紹介していきます。まずはこちらのモデルですが、 G-SHOCK 特有のこのゴツゴツしたデザインがかっこいいですね。実はこのモデル GPS を受信できる本格ランニングウォッチなんです。ランニングの分析に必要な心拍数や距離、ペース、タイムに加えピッチやストライドが計測可能で、走りながらリアルタイムでそれらの情報を確認することができます。ランニングのペース管理やトレーニングに役立ちそうですよね。あと VO2 MAX も計測可能なので持久力強化の指標としても使えますね。計測したデータはランメトリックスという専用アプリと連携させることでより細かく分析することができて、ライフログとして記録を残すこともできます。この G-SHOCK だけでもいろんなデータが取れてすごくいいんですが、さらにこちらのモーションセンサーを組み合わせるとランニングの分析改善がよりしやすくなるんです。実際に走るときはモーションセンサーをこのようにズボンの後ろの真ん中にセットします。ランニング中には G-SHOCK の画面にモーションセンサーの計測値をリアルタイムで表示させて、ピッチやストライド、上下動などを走りながら確認することができます。また別画面では経過時間、ペース、距離、心拍数であったり設定した目標タイムとの差をリアルタイムで表示させることが可能です。今回は実際にこの2つのアイテムを身につけてランニングをしてみますので、その結果を見ながらどのようにランニングのデータが測定されるのかお伝えしていきたいと思います。モーションセンサーを身につけてランニングすることでランニングフォームの計測をすることができ、それをもとにランメトリックスのアプリでフォームのスコアを確認したり20種類以上のランニング指標を見ることができます。はい、とりあえず5キロ走ってきました。運動不足なので結構しんどかったです。では早速計測したデータをランメトリックスのアプリで見ていきたいと思います。ホーム画面でランニングの履歴が表示されるので確認したいデータをタップすると総合スコアが出るんですが、私のスコアはこちら64点でした。これはアシックス独自のアルゴリズムによって6つの観点からスコア化したものですね。どういったポイントを改善したらいいかが分かりやすいですよね。また下の折れ線グラフを横に動かすと、何キロ地点で走行ペースやピッチ、総合スコア、左右の手動がどうだったのかを見ることもできます。一番下の部分ではフォームを改善するためのアドバイスも表示されています。また GPS に対応しているのでこのように走ったルートを見ることができます。これは他のスマートウォッチ同様の機能性ですね。そしてペース分析の画面ではその日のランニングのペースからマラソンの適正ペース、ゴールタイムを予測してくれます。ビギナーの方やベスト記録を目指す方にも目標の設定などに役立つ機能ですよね。この機能は5キロ以上走らないと表示されないのでご注意ください。こちらの画面では平均の心拍や VO2 MAX の数値を確認することができます。また心拍とペースの推移グラフであったり心拍ゾーンの割合も確認することができます。さらにこの画面ではより細かくランニングを分析するために1キロごとのペースやストライド、上下動、その他いろんな項目の詳細なデータが確認できます。ここまで計測できるのはさすがランニングに特化したアイテムだなと思いますね。はい、今回のモデルこれだけじゃないんです。なんとパーソナルコーチングの機能までついているんですね。自分のランニングフォームの傾向から課題を見つけ改善するための機能なんですが、一人一人の目標に応じて練習プログラムを作成してランニングの改善をしっかりサポートしてくれます。実際にやってみたいと思いますが、まずはこのように目標を選びます。
私はビギナーなのでランイージャーというものを選びたいと思います。それから各項目の情報を入力していきます。すべて入力したらこのように目指したい走りについてのアドバイスや走りの特徴について、あと注目すべき指標などを教えてくれます。そしてこれが面白いんですが、ランニングフォームについてアニメーションで表示されるんです。赤のフォームが目指したいフォームで、青が自分の今のフォームとして出てきます。これが上下左右360度いろんな角度から見ることができるんですよね。またランニングプログラムも一緒に組んでくれるんですが、先ほど設定した目標に応じた練習内容が自動で作成されます。自分でランニングを改善するために具体的にどうしていくのかを考えるのって大変だと思うんですが、それを自動でやってくれるのはとてもいいアイテムですよね。はい、以上ですね。今回はカシオとアシックスによるコラボアイテムをご紹介しました。商品ページは下記概要欄よりご確認ください。またチャンネル登録やコメント、高評価などぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。